が参ります。ホーム柵から離れてお待ちください。あるんですよね、車庫が。知らんかった。平張りによく、あ、平張りじゃない、赤い県に行くとね、あの赤い県に大きい車庫があって、赤い県車庫、あそこをね、その赤い県から先に乗っていくと地上に出ての車庫の上をずーっとね走ってきますんで、そうするとそこにね、よく東山、ね、鶴巻さんの電車だけじゃなくて桜通しの電車も流通してありますけど、なんですね、丸の内に短絡線があって丸の内から入れるらしいんで、まあ、その丸の内はね、あとで紹介しますけど、これね、鶴舞線と入ってます。これでね、河川方式とか鶴舞線とかの交換になったっていうわけなんですけど、こんな感じなんですね。天徳過ぎれば37分ないじゃん、どんどん伸びましたね。私引き始めた頃って言ったら野波まででしたからね。せっかく降りてるんやで、降りてみましょう。よいしょ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 、こんな感じなんですね。こっちまでですね、出てるんで、これで分かりやすいかなと思いますけど、この切符で行けるのはこの色がくっついてるところでも、このリニムとかに乗れやんよ。倉庫乗りですと、豊田線とか、こっちの小牧線、犬山線の方には乗れませんよっていうね。またこれはね、青波線か、青波線もね、この切符ではちょっと乗れませんよってことなんですね。同じように進路管理にはなってるけど、ね、採算上分けられてますからね。こっちでいいのかな。中村区役所、中村公園。近いまで行くやつあるんですね。こんなの走ってるんですね。お伏せ通りか、名古屋駅。じゃあ電車の本数は12、15分、そこそこいい時間にやってきますね。12時、電車出てた。ちなみにちょっと上で上がってみましょうか、せっかくで。さあ、お昼のデニーズなんて混んでるやつ、うわすごい、なんかめっちゃ混んどるな。手打ちうどん加藤、これあれか、カレーうどんで有名な加藤さんかな。ちなみにここと関係があるのかどうか分かりませんけど、私がいつも行くカレーうどんのお店も加藤っていうお店で、大春、大春やったかな、じゃあな、あれは七宝町か、包丁やと思いますけどね、にあってね、そこもね非常に美味しいんですけど、ここもね多分そのなんかね、のここからののれんわけなのかどうか分かりませんけどね、そういえば一緒のひらがなで加藤って使ってやってますね。でもこの辺りやっぱ歩いたことあるな、
なんか酔っ払いながらなんか道に迷って何回か歩いてきたような気がします。いや、デニスは今マンゴーとハンバーグをやってるんですね。外に出ると楽しいですね。ちなみに地名で言うと中村区の竹原です。こんにちは。ここがバス停なの。で、これ名鉄か。名鉄にもこれ使えないですからね。もう一回バス、電車乗り換えてちょっとプラッと歩いてバス乗り換え、電車折り返して丸の内駅の丸の内エクササイズやっていきましょうか。あそこはね、アップダウンはね、ダイエットにいいですよ。いや本当にすっごいアップダウン激しいですからね。ちょっとそっちの方行ってみましょうか。飲み物ちょっと買いたい気はしますけど、ただこの後飲みますんでね。ここはね、ぐっと我慢して、というか我慢する方のが体には良くないんですけどね。お酒って結局水分奪いますからね。歩道橋のネーミングライトっても増えましたね。ここの場合は鵜飼リハビリステーション病対抗歩道橋、対抗道歩道橋ってなってますけどね。ここは自転車はこっちを通って、このやつはあれですね、ネーミングライトが出るんですね。車から見えるところはね、これ三重県も進めてますね今。そうそう、こういうの、参画する企業さんいかがですかというね、案内をね、 PR をね、ちょうどね、県の建設事務所さんがね、よくやってました。あとかやってますね。あ、じゃあ向かいリハビリステーション病院ってここなんや。ほんと真ん前なんですね。試しに渡ってこっちに佐藤とかがあって、もうそこにバス来てましたね。バス乗ってもよかったかもな。ちなみに、まあ決まるときにね、結構ね、バスで移動ね、その市バスの土日駅切符なんか使ったりしてね、行ったりとかやってます。中村公園の階段の段数が多い気がするな。動画の先はこんなこういう感じの方がしやすい。左手で持った方がよさそうやな、と思う。今日こっちここで、いつもの癖でイコカをタッチしそうになってまいりますけどね。よいしょ。こういうのも全部ね、ちゃんと右利き用に作ってますよね、世の中。全部ね、右利き用というね、本当に噴火行き回りないですよ。そんなにも噴火がしてませんけど、一番思うのがでね、パック寿司ね、パック寿司のパックの寿司ってもう右手で取るようにしか作ってないんで、左からやるとね、本当に不便なんですよ。じゃあ逆に、90度方向を逆にしてくれたらいいんですけどね。そんなことしたらね、余計に乗りにくいですからね。さあ、では次は丸の内行ってみよう。あ、今度は新しい方や。